糸崎君雄です。世界征服と哲学という話をしようと思いますけども、前々回の動画で、ジョジョの奇妙な冒険というねシリーズの漫画があって、第1部のラスボスがディオで、第2部のラスボスがカーズなんですね。でカーズは、最後に永遠の命を手に入れて、でなおかつ地球上すべての生物の能力を手に入れて、で何にでもなれるというね変身能力を手に入れて究極の生命体になって、でそれで世界征服をするっていうね、その野望を達成しようとしたところを最後に、徐々に主人公の徐々に阻止されて、宇宙に放り出されてしまうというね、そういう、ラストを迎えたわけなんですけども、でそうしたところコメント欄にね、そもそもそのディオでもそうですけども、カーズもそうですけども、世界征服っていうねその目標の立て方自体がおかしいじゃないかっていうようなことをコメントでいただいたんですね。もうちょっと、正確に言うと、カーズはだからその自分の望みを全て手に入れてしまったわけですよね。で徐々に邪魔されなければ世界征服の望みも達成されたであろうと。でそうするとね、そのやっぱり目標が達成されると目標がなくなって虚しくなるんじゃないかっていうね、そういうコメントをくださって、それは確かにその通りだなと、いうふうに思ったんですね。で、この話はそもそも岡田斗司夫さんの世界征服が可能かっていう、そういうタイトルだったかな、新書版があってそれ読んだんですけども、そういうこと書いてあるわけですね。だから徐々に限らずアニメや漫画の、悪者の提案の定番として、この悪の力を使って世界を支配してやるんだっていうね、世界征服してやるんだっていうね、そういう悪者が、出てきましたけども、それはそのマジンガー Z にしても仮面ライダーにしても何でもそうなんですけども、それってそもそもおかしいよねっていうようなことを岡田斗司夫さんらしく、そういう切り口で語った本なんですけども、でその世界征服っていうことで言うと、これは実は哲学の目標ともね重なってくるんじゃないのかなと、思ったんですよ。だから結局その哲学者っていうのは、そのソクラテスにしろプラトンにしろ、フッサールにしろですね、そのこの世の本質の全てを知ってやろうっていうね、つまり人間っていうのは騙されてるんだと、一般常識っていうのは騙しの世界なんだと、で自分たちが、見ているこのありありとしたこの世界というそのもの自体がまやかしであって、本質というのはその向こう側にあるんだっていうのが、プラトンのイデア論であって、で、それを引き継いでいくわけですね。イデアという形そのものではないですけども、だからフッサールの現象学に至っては、みんながリアル、人間がリアルだと信じている全てのものは現象に過ぎないんだと、ということをこう述べたのが現象学で、つまり現象学というのもそのこの世界の本質を知ってやろうと、そういうその知的営みの延長上にあったわけですね。で結局ね、世界征服っていうのは一つはね、その、これはオーギュスタンベルクっていう風景論の、風景の発見かなという本で私は読んだんですけども、つまり時の支配者ですね、例えば中国の時の支配者は庭を作ったんですよ、庭園を作ったんですね。で庭園っていうのはその世界の縮図なんですね。だからその世界の縮図として庭園を作ると世界が一望のもとに見渡せるわけですね。世界の全てをこう視覚的に、見渡して全てを知ることができる、その意味で全てを知ることができると。だからそれはヨーロッパにおいても、日本でもそうですけども、お殿様が背の高い城を作ってその一番てっぺんに住まうというのはね、で
世界を一望するっていうね、世界を一望することが、それはだからその世界を支配することにつながるわけですね。だからそのまあ鳥でいうとトンビっていうのは、その江ノ島なんか行くと、まあ江ノ島じゃなくても高いとこ飛んでるわけですね。で全てを見下ろして、で、観光客がパンかなんか買うと、僕もね、トンビにパンすられたことありますけど、袋からパン出して食べようと思ったらさっと持ってからやったっていうことがあるんですけども、高いところから全てを見下ろしてね、で、世界を支配して、でパンをかすめ取るというね、そういうことになるわけですね。でだからその世界を知るっていうことは、それは哲学の目的ですけども、それは世界征服の欲望と結びついてるんですね。だからこれはそのちょっと前、何年か前の動画ですけども、結局はだからその哲学っていうのは、一つこれは権力なんだとね、哲学的権力というものを哲学者は打ち出そうとして、それはその政治的権力にこう対抗するものなんですね。だからソクラテスはその哲学的権力を持って、時の権力に対抗して、それで、死刑になったし、死刑を受け入れたんですね。ソクラテスが死刑を受け入れたのは、時の権力、世俗的な権力に、世俗の権力に哲学の権力は屈してはならないんだと、それを示すために、死刑を受け入れたというふうに、読むこともできるわけですね。だからその、まあ、一方ではそのまあ、高等向けなその世界征服っていうね、子供向けのアニメや漫画の設定と、それとその哲学っていうのは実は重なっているっていうかね、結局哲学の欲望の根本にあるのは、まあ、世界征服なんですよ結局はね。でそれが一方ではその漫画やアニメの世界征服が、まあ、高等無形で不条理で意味がないっていうね、それと同じように結局その哲学的な世界征服っていうのは意味がないんじゃないかっていうね。だから私はその、現象学を通じて、まあ、一応現象学は分かったっていう地点にまで私自身は来たんですね。まあ、それはその客観的に見てどうかっていうのは、あれですけども、だから僕自身は実はその意味で言うと世界征服の目的は達成したんですね。達成できるとは思わなかったんですけど、達成できてしまったんですよ今のところね。でそれは後から間違いだったとかね、全然足りてなかったとかっていうのは、判明する可能性はありますけども、今のところはそれで、落ち着いてるんですけども、そうするとやっぱりその、まあ世界征服できたからってそれがなんだっていうね、ということになってしまうわけですよ。で結局だからそれは岡田斗司夫さんも言ってましたけど、仮に世界征服できたとして、自分が征服したところの維持管理っていうのをしなきゃいけなくて、征服者がね。でそうすると、まあ、結局は征服した人民のために自分で働かなきゃいけなくて結構大変だっていうね、そうすると何のために世界征服したのか分かんないっていうね。とにかく征服者っていうのはだからそのやること多くて忙しいとね、結局はだからその他人の命令に従って働いてるのとあんま変わんないじゃないかっていうね、そういうことになるし、その日々働かないで遊んでたりしても、それはだからそのそれ何の意味があるんだっていう話になるわけですよね。結局はニートのドラ息子と金持ちのニートのドラ息子と同じじゃないかっていうね、そういうことになって しまうわけですよ。でその結局ね、現象学的な結論で言うと、その全てが現象であるというふうにして見抜いたとしても、結局はその現象に適応しなくてはならないんですね、ということなんですよ。だからその、まあ、今回の動画はね、世界征服と
世界征服と適応っていうね、そういうタイトルにしようかなと思ったんですけども、結局いかに世界征服しようとも世界に適応しなくてはならないと。で、適応って何かっていうと、現象学的に言うと、私が解釈するところの現象学的に言うと、つまりはその、まあ、映画の設定のようなもんですね。まさにそのジョジョは漫画ですけども、漫画や映画の設定のようなもので、結局はだからその自分の扱い知らないところで世界というのは、これこれしかじかっていう風にして設定されてるんですね。それは現実であってもフィクションのように何の前提もなく設定されてるんですよ。だから絶対不変の物理法則というのも、これはだからその実は前提がないんですね。前提がなく、物理法則は決まってるわけですよ。そういう世界に放り出されてるわけですね。で、そういう中に嫌がおうでも適応しなくちゃいけないんですよ、ね。物理法則に前提がないっていうふうにして、それを見破るというね、そこを見るっていう、それがだからその現象学的な世界征服の視点ですけども、そうやって世界征服したところで結局は重力に逆らえないという現象には、現象から逃れることはできないんですね。で、そうすると適応するしかないわけですね。適応の話、適応の問題っていうのはその現象学的な哲学の問題、現象学に至る哲学の問題とは、また別っていうかね、結局だからその哲学の問題っていうのは認識の問題、征服の問題から適応の問題に移っていくしかないのではないのかなというふうにして思うんですね。だからその数で言うと、その、まあ、永遠の命、そして何にでもなれる変身能力を手に入れた、そういう超能力を手に入れたことで、それはだからその世界征服の問題ではないんです。それはね、それはだからその地球環境に、自分が置かれた環境にいかに適応するかっていう、その適応の問題でしかなかったわけですよ。だからカーズは実はその適応しようとしたんですね、漫画の中でもね。だからジョジョっていう、あれジョセフ・ジョースター、ジョナサン・ジョースター、どっちかな、まあいいや、あれジョセフかな、まあいいや、そう、強敵が自分の目の前に現れて、ね、弱いはずの人間なのになぜか自分より強くて、宇宙空間に放り出されてしまったわけです、最後にね。だからカーズとしてはそのジョジョが目の前に、強敵であるジョジョが目の前にいるっていう環境に適応して、打ち勝たなければならないというね、そういう、まあ、哲学の問題とは直接は関係がない適応の問題が、目の前に立ちはだかっていたわけですね。だからその結局その認識の問題と適用の問題って2つあるんですね。で、認識の問題っていうのは究極的に哲学の問題ですけども、いかに認識の問題を解決したところで、それは適用の問題とは実は、ほとんど全く別問題なんですね。だから私はその私の課題としては、もう認識の問題というのは一段落ついたので、これからやっぱり適用の問題にね、全面的にシフトしていかなければならないと。まあ、大体その人間というのは普通適応のことを考えるんですね。認識のことだから考えないんですよ。認識のことを考えなくたって、認識のことは何も分かんなくたって適応することはできるわけですね。ただ目の前に適応するだけですからね。まあ適応も大変だし認識も大変なんだけども、でもまあ生きる上に必要なのは適応なんですよ。で、私の場合はとにかく面倒くさい人間なので、まず認識の問題を解決しないと適応の問題に移ることができないとね、そういうおかしな順番になってるっていうだけの話なんですね。だからそのまあ私が理解したところの現象学のすごいところ、すごいところっていうかね、そのとにかくね、まあ、漫画で言うとその、まあ、もっとメジャーなとドラゴンボール、最近鳥山明先生亡くなりましたけども、ドラゴンボールで言うとその主人公の孫悟空であっても、強敵のフリーザーであっても、その漫画の世界の中で、荒唐無稽な漫画の設定の中で現象学をすることは可能なんですね。だからそのどんなに理不尽な状況でも現象学は可能だっていうね、それが私の
究極的な認識なんですよ。ね、あの残虐非道なフリーザーも、ね、ふとフッサールの哲学書を手に取って、ね、世界とは何か、認識とは何か、現象とは何かってね、真面目に現象学をして、で現象学的な認識にたどり着くことは可能なんですね。それこそが現象学なんですよ。ところがそれとは別にフリーザーフリーザーで、環境に適応しなければいけないですね、現象に適応しなければならないんですよ、ね、現象が作り出す環境、現象としての環境、現象としての世界に嫌顔でも適応しなくちゃいけないわけですね。でフリーザーは、最強のパワーを誇っていますけども、さらに強いパワーを持っている、孫悟空というねスーパーサイヤ人というね、そういう敵がいますから、その敵が、自分にとって敵がいる世界にどうやって適応するかっていうね、こう喫緊の問題があるわけですね。だから一方ではフッサールの現象学を読んでね、孫悟空も現象に過ぎないってね、これこそが現象学的な到達点だっていうふうにして、その悟ることはできますけども、でも、孫悟空はまた自分の敵としてまあ立ちはだかってくるわけですね。その問題をどうにか対処しなければならないわけですよ。で、それは孫悟空の方でも同じなわけですね。ほら現象学に目覚めたぞってね、フッサール読んで、現象学の認識のある程度のところまで到達したところで、やはりフリーザーは歴史として存在して、どうしても倒さなきゃいけなくて、フリーザーっていうのもあれも現象なんだとね。だって僕らから見たら、だって2人とも漫画の主人公で絵でしかないわけですからねそういう意味で言うと如実に現象なんですけども、で鳥山明の意のままに動いてるに過ぎないわけですね、自分自身がね。でそういう設定から漫画の主人公は逃れることはできない。これはだから適応の問題なんですね。だからそれは僕らも同じなんですよ、ね、孫悟空とかフリーザーとか、ジョジョとかディオとか、カーズとかね、あれみんな漫画の主人公で作者の意のままなんだってね、僕は違うんだ、自分は違うんだ、自分は人間なんだ、自分の意思で生きてるんだって、思うのはそれは素朴な感覚に過ぎませんよというのがフッサールの教えなんですね。でフッサールはそのように直接は述べていませんけど、私の解釈するところによると、僕らね、自分の意思で生きてるんだ、自分には自分の意識があるんだと、ね、漫画の主人公と違って別に自分に原作があるわけじゃないですからね、原作があったりシナリオがあったり、そういうことで行動してるのとは違う、自分は固く信じてるけども、でも違うんですね、同じなんですね。自分には自分のキャラ設定があって、それは作者がもうそうやって決めてるんですね。で自分が喋ってることも全部もうセリフで用意されてるわけです。用意されてるものをそのまま読んでるだけに過ぎないしね、カクカクしかじかの演技指導に従って演技してるに過ぎないんですよ。それこそが現象学なんですね。それを見抜くのが現象学なんですよ。だとしてもそのシナリオの、設定の世界に、我々は適応しなくてはならないわけですね。でだから適応するしないっていうのもそのキャラ設定で最初から決まってるじゃないかってね、シナリオでも決まってるじゃないかっていうね、そういう見方もできますけども、でもとにかくね適応しなくちゃいけないんですね。でだから認識と適応を切り分けると、そういうことなんですね。だからまあ今回はそのちょっと回りくどくそのディオとかカーツとかそういうキャラを持ち出して世界政府とかいろいろ言いましたけども、まあも認識と適応っていうね、この切り分けとね、という話でありました。どうもご視聴ありがとうございました。